9月3日月曜日深夜1時30分を回ったところです。この間、ボーノ、それから T ピストンズプラス KMC のライブ、1日、はしごでね、行ってきましたけれどもね、ボーノ、よかったですね。ピザーラの、店員の格好をした DJ の方がね、舞台に出てて。で、終わった後、会場出たら、ピザーラのクーポン券が配られてて、そのクーポンが、ボーノの3人の顔になってんですよね。一人ずつのクーポンになってて、このクーポン使えねえじゃねえかよって、そっち側に渡しちゃうんだったらもったいなくて使えねえじゃねえかっていう、そういう策略かと思いましたけどもね。ちょうど、8月の25日だったんでね、夏焼きさんの20歳の誕生日ということで、大いに盛り上がりました。私がでも一番気になったのは、嗣永さんですね。桃地結びをしてなかったというところが非常に良かったですね。いやー、なんかまあ別にあれが悪いって言ってんじゃないんだけど、普通に後ろにまとめて、なんかそういう格好だったんですけどね、嗣永さんのその、美形っていう感じがね、すごく際立っててね、もうなんか、久しぶりに、桃地結びじゃない嗣永さんを見たんで、逆に新鮮みたいな感じでしたけどもね。その後夜はね、AT ピストンズプラスケムシライブ行きました。もうこれもね、悔しいね。もう本当に頭くるぐらいね、盛り上がったね。一体感のあるライブでしたね。本当に親子さんっていうか、なんか、親子連れね、もう多かったし、女の人がもう圧倒的に多いライブでしたけどもね。まあ、悔しいな。もう悔しいって言ってきましたよ。終わった後楽屋で。もうちょっと楽しすぎてね、本当にイライラしながら見てましたって言いましたよ、本当にね。ということなんですけれども。あとちょっとね、一つ、これ来週でいいかな、うん。ということで、もう今日はゲストが来てますんでね、早速番組を始めたいと思います。1422ラジオ日本、立川しらののサブカル天国。改めまして、こんばんは、サブカル王道まっしぐら落語家立川しらのです。立川しらののサブカル天国、落語家一のサブカル志向の私が毎回好きなものを好きなように語ってまいります。もちろんメジャーなものも一歩進んだサブカル視点からキャッチしていきますということで、本日はゲストの方が来てくださっております。こちらの方です。お金ミクさんです。違います。お金さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よく知ってますね。あれお金さんじゃないです。今日違うんですか？じゃあ、あれは、あの格好してる時がお金ミクなんですよ。でも朝起きたら、あの格好になってたってなんか。もうあれはもう佐藤正樹、モーニング娘。の佐藤正樹ちゃんの理解力がなさすぎて、もう、なんて言ったらいいかもう分かんなくて。同じ緑同士じゃないですか。そうなんですけど。ちなみに、キュートの岡井千里さんがゲストです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐藤正樹さんというね、モーニング娘。の次期メンバーの方がいらっしゃるんですけど、はい、自分がゲストっていう、番組を始めたんですよね。そうなんです。でゲストに来てもらった人に MC を回してもらって、はい、自分の魅力を引き出してくれっていう、なんで乱暴な番組なんだっていうね。そうなんですよ。それ出たんですよね。出ましたで、はい、なんかあれは4年に一度だけやるってことになったらしくて、うん、あ、そうなの？もうスタッフさんがもうやりたくないって、佐藤正樹ちゃんが、うん、もう大変すぎていや、もうあんなに面白い番組ないんじゃないですか。いや、もう何を話してもこんなにも理解できない子は、うん、私だけと思ってたんですけど、うん、他にもいたと思って。年齢を考えてください。いや、あのまんま変わらずこのまま進んでいきますよ、あの子は。いや、来年絶対チャドよりも大変。何言ってるんですか。いや、あの人は、はい、キャラクターでやってんですよ。あ、まあでも頭は多分いいと思いますよ。そうなんですよ。だって、もうピアノとかすごい弾けるらしいんです。ドラムも叩けますよ。はい。もう天才じゃないですか。ええ、いいなぁ。だから、なんなんだよ。もう、悔しいんだよね。いや、でもなんか、才能ありますよ。才能あるなと思って。うんうん、でも、とにかく、10期メンバーは才能に満ち溢れた子が多い。うん、はい。工藤ちゃん、工藤遥香ちゃんは水泳が得意で。はい、あ、水泳得意なんですか。はい。石田由美ちゃんはそのダンスとかいろいろやってて、うんね、で、飯窪春菜ちゃんは絵がすごい上手みたいで。おで、こう、佐藤正樹ちゃんはアンナじゃないですか。アンナって、まあ、この番組聞いてる人はもうアンナで通用するか。はい。アンナ中にはもう才能、アンナ中に才能があるから、うん、まだなんか、いいですよね、うん。昔の私なんて何にもなかったから、うん、それこそもう大変でしたよ。ふさふさに。いつもう辞めさせられるか、いうこと聞かなすぎて。でもデビューしたらちゃんとしっかりやりたいっておっしゃってたじゃないですか。あ、デビュー、一番最初は私、そう、あんまり。そうだったんですか、あれは。いやー、なんか、とりあえず、ママとパパに、ちゃんとしっかりやりたいってことを伝えてこいって言われてたから。言いなりですか？そうですね。最初、妹が興味あって、オーディション受けたので、歌を自分でちゃんと歌いたいって思うようになったのも遅かったんですよ。どのぐらいですか？それはやっぱり、ネットの、
踊ってみたとか注目をされたあたり。いつだろうな。でも歌に関しては、うん、ちゃんと歌いたいと思ったの。ダンスでバコーナー編からですかね。結構遅かった。歌に関して頑張ろうと思うようになったのが。で、こう、一人でライブやって、うん、あ、歌もっと頑張りたいって思うようになりましたね。うん、いや、いいんじゃないですか？はい。非常にいいと思います。なんか、私がまあ、私もね、今年は真打ちになるとかね、言ってて、はい、割と生き生き毎日過ごしてますけど、はい、去年とかひどかったんですよ。そうなんです、ね、そうなんです。それっぽく見せてましたけど、内心ボロボロだったんですよね。はい、精神状態は。はい、で、まあ、思い返していろいろ、まあ、あって、今年ようやくね、ほんとね、落語家になりたいなって思いましたから、今年になって。あ、本当ですか？心の底から落語家というものに染まっていきたいなって思ったのが今年なんです。15年目で思ってるんですよ。私ハロープロジェクトと同期ですからね、15周年で。そうですね。そうですね。今そこに当てはめてくると思わなかったんですけど。モーニング娘。と同期ですよ。はい。で、先輩です。先輩、大した先輩じゃないですか。はい、だから今、岡井さんの発言聞いて、なんだよ、デビュー当時からそんなのちゃんとやれよって思う方いるかもしれないけど、はい、案外やってる方は、なんかピンとこないんですよね。とない時あるんですよね。うまくこう歯車がね。そうですね。しかもなんか、うん、そういうなんかオーディションとかって、うん、やる気のない子の方が受かったりとかするらしいんですよ。あー、なるほど。はい。それはありますよ。はい。なんかすごいやっぱこうオーディションの映像とか見てると、うん、里より歌うまい人とかいっぱいいたし、うん、可愛い子なんてもっといっぱいいたけど、うん、もうあんな金髪で、うん、ただ単にもう三平ですやりに来ましたみたいな感じ。私オーディションでママとパパにとりあえず何のオーディションなんだってね。ハロープロジェクトのいやそれはわかるけどね。うんうん、あ、そうそうお笑いのネタライフのなんか、まあ、そう、とりあえずゲッツと三平ですだけやって帰りたくて、うん、歌った後に一個だけやっていいですか。一個だけやってても二つやってるけどね。二つやりました。はい、そうなんですよ。だからでもなんかこれからでももっともっとなんか自分が今私演技をしたいってあまり思わないんですよ。あ、思わないのね。はい、あ、でも思わないってこれは今そんなにやりたくないってはっきりあるってことはいいと思いますよ。そうなんですよ。なんか前まではその時はすごい好きだって感じるんですけど、やった時やってその後自分のこう DVD とか見たやつ見ると、やっぱ自分ちょっと向いてないなとか思っちゃうんですよね。うんうん、それね、いいと思いますよ。ね、はい、弱点の克服なんかね、してる暇ないんですよ。はい。長所を伸ばさなきゃいけないんですよ。はい。で、長所を伸ばしきって、もうこれちょっともういっぱいだなと。はい。これ以上伸びないなと思ったら弱点の克服でもしてみようかっていうようなのがいいと思うんですよ。そう。日本人ってね、弱点の克服をしてね、なんか平均でならそうとするんですよ。平均点になろうとするんですよ。そう、でもそれはありますよね、やっぱり。でもね、そうすると個性がなくなっちゃう。あ、演技が下手だとしましょうか、はい、それが個性になるんですよ。あ、私そう思ってます。はい、なんか今すごいなんか勇気になりました。なんかもう立ち上がるって感じでした。本当に違うグループの曲でしたけど、ね、はい、本当にもう立ち上がるって感じでした。もうそうなんですよ。じゃあその立ち上がったキュートの今までね、思い越しをそうですね、違うね、本当にこう何がしたいのか分かんないんですって、マジで。今じゃ、今は、こう。まず、とりあえず息が吸って、整いましたってなんか謎かけすんだ。違いますけど、うん、こう、そうなんですよ。なんか今までこう、何でもやりたいって言ってた中で、うん、こう、演技はちょっと苦手っていうのを見つけられたのが、ほんと今年の初めだったんで。だって、いや、ほんとに私、もうこれちょっと話がね、私の話しちゃうって申し訳ないけど、落語さえやってれば、あと全部なくなっちゃってもいいやって思えたんですよ。はい、ようやく。落語なんだから、そう、落語なんだから、すごい落語やってればいいわけですよ。はい、あと何にもできなくていいんですよ。だってそれにだってずっと一つのことに全て集中できますもんね。まあ、今までは怖かったからどんな仕事でも繋いでって思ったけど、はい、もう全部こうなくしちゃってもいいんだそう思えるぐらい落語に打ち込むべきだ。だから岡井さんだって今歌でしょ、きっと。そうですね。歌に打ち込んで、アイドル歌手なんだから、はい、歌さえ歌ってりゃいいっていうのはすごい変な言い方だけど、はい、それさえできりゃ、本来はいいわけでしょ。そうですね、うん。だから握手会とかで可愛いって言われるよりも、うんうん、ダンスかっこよかったって言われるよりも、歌をが上手だったねって言われるのが一番嬉しいと思いますね、いつも。まあ、時々ね、はい、その人間、人変わりますから、はい、ね、今後ずっとそれが続くっていうことじゃないかもしれませんけど。そうですね、だから次来た時にはもしかしたら演技私やりたいんですって言ってるかもしれないですね。はい。そうですね。言ったこと結構忘れるタイプでしたもんね。そうなんです。今すごい真剣に言ってることも、来年には全然正反対のこと言ってるかもしれない。来年だったらいいですけどね。はい、年内にね。そうですね。12月あたりには全然違うこと言ってるかも。私演技したいんです。したいんですって。はい。
です。わかりました。はい。じゃあ曲をね、聞きたいと思うんですけれども、新曲はどんな曲ですか？はい、セルフプロデュースでね、はい。5人の方が、それぞれ、なんでこんなダジャレで、曲をみんな紹介するんだろうと思いましたけど、はい。そうですね。公式のね、あれはもう自分たちで考えたものなんですけど、うん、公式の、キュートチャンネルってところで、はい、セルフプロデュースということで会いたい会いたい会いたいなをみんなどっかを痛めて会いたい会いたい会いたいなって言うっていう はい、鈴木愛さんが怒ってましたよ。ダジャレは私なのにってね。なんてことよ。もう昭和、あれで何か考えてって言われたらそれしか思い浮かばなかったですよ。はい。いや、でもこの曲はですね、うん、そうですね、なんか歌詞がすごい可愛らしいんですよ。うん、だから男性の方にこの曲を聴いて、うん、女の子はこういう風に思ってるんだぞっていうのを分かってほしいです。あー、それは、結構シンクロするとかあるんですか？岡井さんとも。私だけそれこそ、1キロは痩せたい気分とか、ちゃんと痩せたいって思ってる中は痩せれないっていうのを分かってほしい。そこだけじゃないですか。そうですね。体重の話。そうですね。で、女の子には、まあ聞いて共感してほしいですね。そうそう、あるあるっていうか、はい、そういう感じで。はい。わかりました。じゃあその曲を聴いてみたいと思いますので、じゃあ曲紹介の方を一つよろしくお願いいたします。はい、キュートの19枚目のシングルで、会いたい会いたい会いたいな。